セ・リーグ公式戦中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの13回戦です。解説は新山聡さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のドラゴンズどのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり大野でしょうね。はい、まあ、監督もそれなりに我慢して使ってますよね。これまでの反省を生かしていいピッチングをしてほしいですよね。そうですね、今日はなんとかいいところを見る。取った後が怖いんだよ。バッターボックスは3番岡本。前回のゲームで猛打賞を記録しています。ツーアウトランナーありません。バウンド上オウ、そしてキャッチャーは黒羽。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。打ちました、いい当たり、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の澤村。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。大島が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ初球は何か、打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。回は4回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。岡本がバッターボックスに入ります。マジか。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ドラゴンズビハインド。バッターボックスは3番岡本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが大野、そしてジャイアンツが澤村。マジか。部屋となっています。全然打てんじゃん。一塁アウト、スリーアウトです。ボンダボンダだよ。バッターボックス岡本、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあインサイド、センターに抜ける、ようやくヒットが。岡本、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。なんとかマルチヒットには持ってきたね。バッターは3番岡本。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました、痛烈な打球、ノーボールワンストライクです。引っ張った、これはどうだ、最後抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。打ちました、一塁を送ります。これで3アウト、試合終了になりました。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うと負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。まあなるほどね、逆に考えるわけですね。勝ったジャイアンツ、大量点を取って敗勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山聡さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。